八塚随子大正12年10月4日は、旧阿波国徳島藩主、公爵、八塚ス持明の妻、日立水戸藩主、徳川義康の長女として、江戸小石川の藩邸に生まれる。母は、仙宮昇子女王。署名は、随姫。家族女学校に学び、和歌を、間宮八重子、小杉温村、松浦正明に学ぶ。明治十四年。 28歳の時、旧徳島藩主、八塚持明の掲載となる。八塚敏子の著書、大名家族によるとこの時、持明には11人の側室がおり、随子は、突ぐに際して11人すべてに暇を出すことを、条件に出したという。また、随子はかつて、松平山と守ると婚約していたため、二府にまみえずの女君から、 肉体関係を持つことを拒み、次女として、萩原京という美女を連れてと次ぎ、自分の身代わりとして、扱うよう求めたという。結婚前に、側室より生まれていた、八塚正明の着母として偶され、正明の妻には、随子のお縁で、徳川義信の娘、筆子が迎えられた。また、明治18年に、清水徳川家当主、徳川厚守の娘、 貞子を養子にする。歌集に、千尋の緑がある。大正十二年に没する。去年七十。なお、随子の最初の婚約者は、八須賀都子の、大名家族では、松平山と守るとあり、川越藩松平家かと思われるが、明治初め頃に作成されたと思われる、日立三徳川家府では、松平正教室とある。 平成新州旧家族家系体制によると、桑名藩主、松平貞明の性質であり、明治12年に離婚したとされているが、これは松平忠史教との混同と思われる。ありがとうございます。